はい、どうも始まりました。毎度おなじみゆうご .tv お届けするのはアッシュ佐久間ゆうごでございます。本日も教えることはできませんが、共に学んでいきましょう。人生に役立つ情報を配信中ということで、早速本日のお題を読んでいきます。はい、今日のお題は、成功談と失敗談の一方しか選ばないとき、選べないとき、どちらを選ぶべきか。こちらのお題を今から読んでぜ。体験談を求めるとき、謝るのはよくありません。成功談と失敗談ではそれぞれ学べる範囲が違います。成功談から有効策やコツが学べます。失敗談は注意点や改善点が学べます。成功談と失敗談は被る部分もありますが、被らない部分もあります。一方の体験談ばかり参考にしていると、もう一方の体験談しか学べなくなります。体験談は成功失敗に関係なく幅広く吸収するのが得策です。さて、ここで成功談と失敗談の一方しか選べないという特殊な状況があるとします。一方しか選べないのならどちらを選ぶべきでしょうか。正解は失敗談です。失敗談が成功談より優れている理由は2つあります。理由1、失敗談は学べることが多いため。同じ体験談でも学べる量に差があります。成功談より失敗談の方が学べることが多いのが一般的です。成功談からは有効策やコツしか学べませんが、失敗談からは失敗事例だけではなく注意点や改善点も同時に学べます。注意点や改善点は有効策やコツにつながることも多いため、成功談で得られる結果を導きやすいのです。理由に、失敗談を避け続けると成功にもつながりやすいため。失敗談を参考にして失敗を避け続けていれば最悪の状況だけは避けられます。大切なのは最高を目指すより最悪を避けることです。最悪は一発でアウトですが、最悪さえ避けられれば勝負は続けることができます。成功までに時間はかかるかもしれませんが、勝負を長く続けられれば知識や体験が積み重なっていきます。そこに向上心さえあれば必然的に成功にも向かいやすくなるのです。今日の格言、成功談と失敗談の一方しか選べないとき状況なら失敗談を選ぶ。なるへそね。失敗談か成功談か、アインシュタインも言ってたな。うん、俺は失敗したわけじゃない、成功わかんない、なんか、まあ、失敗は成功のもと、失敗を失敗と考えるんじゃなくて、これは失敗しないことの次に失敗しないための失敗、失敗だと思わない、成功への近道だ、同じ過ちは繰り返さない、うん、失敗の数が多ければ大きいほど、これをやらなければ次いいわけだから成功に近づくみたいなね、考え方の切り替え、うん、そういうの大事ですね。はい、今日も勉強になりました。ご覧いただきましてありがとうございます。ぜひチャンネル登録とコメントの方もバシバシお待ちしております。それでは今日はこの辺でドローン。